今回はツイッターで炎上しているゴルフ接待問題についてホリエモンが解説します。マツコデラックスさんが取り上げて話題となった問題ですが、ホリエモンはそれに対して一言、接待ゴルフとかフルッと切り捨てます。そしてゴルフ大好きおじさんの反撃が開始します。ではどうぞ。ツイッターでプチ炎上してるですね、ゴルフ接待問題について解説したいと思います。僕はゴルフ大好きで、ゴルフって素晴らしいスポーツだなと思ってるんで、変な偏見を持たれて接待ゴルフ、休日にね、なんか無理やり上司に言われて接待ゴルフに連れて行かれるみたいな風習、まあやってる人もまだいるのかもしれないですけど、もうそんな人たちってどんどん今減ってきてます。一番プレイしている層ってもう団塊の世代だと思うんですけど、団塊の世代はもうすでに引退をしておりまして、年金生活者になっていて、でそういう人たちがゴルフしてる一番のマジョリティだと思うんですけど、接待でもなんでもないですよね。多分ゴルフ好きな人たちがゾルフをやってるだけ。その下のボリュームゾーンで僕たち団塊ジュニアなんで、どっちかっていうとこう趣味のゴルフに近い人たちばっかり今なってきてるし、若い人たち今すごいゴルフ熱高まってます。なんでかっていうと、一つはその少子化によって学校のクラスの人数が減ってるんですよね。すごく激減してます。僕らが学生だった頃に比べると激減してるので、どういう状況を起きてるかって、チームスポーツが成り立たなくなってるんですね。サッカーとか野球とかがもう学校内でチームが作らないと。紅白戦やるのに野球だったら18人必要じゃないですか。それが集まらないということで、個人スポーツが人気になってきてるんですよね。だからバドミントンとかテニスで日本人選手が活躍してるのは、それはその通り、その影響が大きいと思います。チームスポーツでもバスケットボールみたいな6人でできるようなスポーツ、これがマジョリティになってきておりまして、その影響もあってゴルフも結構ジュニアが増えてきてですね、ゴルフ場もジュニアを育成しようということで、プレー台をハーフの夕方のプレーとかね、そういうのをですねタダにしたりとか激安にしたりとかして、結構お金なくても楽しめるようなスポーツになってきてるし、中古のクラブ市場というのがですね、まあネットの台頭もあって、メルカリとかヤフオクとかそういったものの影響もあって、もう安いクラブがですね簡単に手に入る時代になっておりまして、ゴルフイコール金のかかるスポーツっていう概念はちょっともう古いですね。ネット予約でやると、もう地方とかだったら2000円とか3000円ぐらいでプレイできるゴルフ場ゴロゴロありますからね。関東近郊でもですね、ほんと早朝スルーとかね、そういうメニューだったら4000円とか3000円とかでも荒れるとこありますからね。ゴルフは金がかかるとか、接待ゴルフとか、だからマツコデラックスさんが多分ゴルフやられないと思うんですよね。だからそういうこう昔の知識を多分マツコさんが考えていたゴルフの、まあ古い昔のゴルフの状況を話されてたと思うんで、あれ、正直マツコデラックスさんってめちゃくちゃ影響力あるんで、マツコさんの言うことに異議を唱えると、もう総叩きに合うわけですよ。僕もすごい叩かれてますけど、ゴルフ関係者の人たちよくぞ言ってくれたと結構言われました。要は僕たちは声を上げると叩かれてしまうんで、言えないんだけど、あれでやっぱゴルフの人気っていうか、ただでさえね、大変なところ、コロナとかでも大変だったわけですけど、まあゴルフ比較的ね野外でやれるスポーツということで、そこまで影響はなかったみたいですけれども、まあ、せっかくねコロナでやっぱこう野外でやれるスポーツとして人気になってきてたのに、あれで冷水を、ね、浴びせかけられるゴルフのイメージやっぱ悪くなるじゃないですか。でイメージダウンの影響って、マツコさんみたいな影響力ある人が言うとやっぱり結構厳しいんですよ。なので僕はもうゴルフ好きなんで、あえて言わせていただきました。もう接待ゴルフとか古っ、正直今はそんなんじゃないゴルフの方がすごく増えてきてるし、子供たちもすごくやってるし、僕はねこれ障害スポーツとして素晴らしいスポーツだなと思ってるんですね。ゴルフやってる人たち、まあ一部変な人もいますけれども、大抵はみんな紳士のスポーツで、下手くその人がいてもですね、優しく見守ったりとか教えてあげたりとかするプレイヤーのがほとんどだと思います。でゴルフって下手でも上手くても一緒に4人で回れるっていうのがまたいいわけですね。仲良くなれます。もう本当に何時間も一緒に外を連れ立って歩くわけですから、すごく仲良くなりやすいスポーツなんですね。で下手でも、だから100を切れなくてもですね、みんなでワイワイ言いながら回れるっていうのがね、それがまたいいんですよ。だから多分接待にも使われてたんだと思います。下手でも上手くても同じ組で回れるっていう、そのハンディキャップシステムだったり、ティーグラウンドが上手い人は
バックティー、普通の人はレギュラーティー、で、女性は、レディースティーとかシニアティーってのも最近ありますけれども、ゴルフのね、ドライバーが飛ばなくてもですね、前の方からやれる。で、ハンディキャップが、すごくうまくできてるんですよね。なので、コンペでも、例えばシンペリア方式とかって言って、自動でハンディキャップを計算して、そんなにうまくなくても優勝できちゃったりとか、もうそういうシステムがすごく完備されてる上に、カートを使わずに歩くとですね、もう本当に自然の環境をそのまま使ってるんで、でこぼこ道を、まあ大体10キロぐらい歩きますかね、ワンラウンド18ホール回ると。そうするとですね、すごく健康にいいんですよ。日光を浴びてビタミン D が出て、まあ骨がね、骨粗鬆症とかね、年取ったらなるんですけど、ビタミン D は骨を強化するのにすごくいいと言われていて、日光を浴びると、ビタミン D がたくさん分泌されるんで、骨が強くなる。さらに足腰もね、そんなにハードな運動じゃないじゃないですか。10キロ歩いたらですね、結構エネルギー使うし、足腰も強化されるし、なんといってもその自然環境のままなんで、デコボコ道を歩くとですね、体幹も鍛えられるんですね。いいことばっかりですよ。なので僕、ゴルフをやってる老人ってなかなかボケないと思います。共通の仲間もできるし、趣味も、長く続けられる趣味もできると。例えば僕はたまにコンペでご一緒する料理の鉄人、和食の鉄人だった一番六三郎先生、今もう御年91歳なんですけど、彼はもう今でもゴルフをしていて、自分の足でカートを使わずに、ま、回っておられます。でも何回もエイジシュートって言って、自分の年齢よりも低いスコアで回ることをエイジシュートって言うんですけれども、何回もエイジシュートを達成されてます。一番さん今でも自分のお店に立たれてますけど、この健康の秘訣は僕ゴルフなんじゃないかなと思っております。ということで、ゴルフをですね、悪者扱いしないでください。マツコさん、トゥ